ビーノとはヤマハ発動機が製造を販売しているスクータータイプのオートバイである。本校では派生車種にあたる電動スクーターのイービーノについても記述する。6 No.1997 年3月8日に発売された。エンジンは同社の 50cc スクーターで一般的な二ストロークを用いていた。外見は女性も意識したファッショナブルなデザインにし、 アイドルのパフィーを起用して各種の宣伝を行ったところヒット車種となりその後も毎年カラーリングの変更や紹介料などを繰り返し1998年3月2日には外装を変更したビノクラシックが発売されるなど各種の特別使用車も追加発売された車体エンジンともに基本構造が横型エンジンのジョグアプリオと共通となっている ただしフロントサスペンションは、ジョグとは異なるボトムリンク式である。1999年にはハイガス規制に対応して、ジョグ同様にマフラーに触媒を装備した。2004年3月29日に2代目へ、モデルチェンジ。生産拠点を台湾へ移管し、環境対策から、ヤマハの 50cc スクーターとしては、初めて4ストロークエンジンへの変更を受けることになった。 そのエンジンはシリンダーにメッキ処理を施した水冷方式のンバルブ OHC であり、様々な技術を用いて走行性能を落とさないように配慮されたものとなっている。車体も旧モデルのイメージを継承しつつ全面新設計となり、アルミキャストホイールも装備された。2007年11月16日にはエンジン吸気系統にフューエルインジェクションを搭載し、 排気系統に触媒を装備するマイナーチェンジを受けたが、これは先に発売されていた台湾仕様を日本国内向けにしたものである。2015年10月20日と2017年8月21日には、ジョグ同様に排ガス規制対策によるマイナーチェンジが行われた。なお2016年より通常仕様は B のデラックスとして発売されている。アメリカにもニストローク時代から、 輸出販売されているが、マイル表示メーターやウインカー等が日本仕様と異なる。2018年5月25日に3代目へモデルチェンジ。本モデルは2016年10月に発表されたホンダ技研工業とヤマハ発動機の原付一種領域における業務提携により 2BHAF77 型ジョルノの外観を変更した。 ヤマハ発動機向け OEM 社であり、熊本県菊池郡大津町日向川の本田技研工業熊本製作所で製造されている。ビノマルフは2009年4月10日に発売された。ジョグポシェの後継にあたる主婦向けのモデルで、フロント部分に巨大バスケットを装備し、ヘッドライトを全面下部に、ウインカーをハンドル部分に移動させている。 このモデルも2015年10月20日と2017年8月21日にエンジン変更によるモデルチェンジが行われる。ビノ90は台湾で1999年2月に発売された。台湾ヤマハ記者工業で製造され、日本使用ビノとは異なるデザインで、ジョグ90系の 82cc 空冷にストロークエンジンを搭載する。 車体デザイン以外のビノとの相違点としてフロントサスペンションがテレスコピックでボトムリンク風のメッキカバーが付きフロントディスクブレーキを装備する同じ車体の 50cc も台湾で製造販売されヒットして数々の特別使用者が作られた日本では並行輸入により一部の店舗で販売されていた2004年に製造終了ビノ二十五は 台湾で2000年4月に発売された。台湾ヤマハ汽車工業でデザイン、製造され、当初はビノビアンコ125という名前で、他のビーノのようにバーハンドルではなく一般的なスクーター同様なハンドルカウルを持ち、メーターやヘッドライトも組み込まれていた。エンジンはシグナス系の 124cc クーレイ4ストロークエンジンを搭載する。ビノビアンカーは フロントディスクブレーキである。2004年4月にモデルチェンジされ、ビの125となる。ヘッドライトがハンドルカウルから他のビーノと同様にレッグシールドに移設され、バーハンドルかメッキ別イメーター装備などビーノらしいデザインに変更された。フロントディスクブレーキでアルミキャストホイールを装備する。ビの90と同じく日本では平行輸入により一部の店舗で 販売されていた。2009年に台湾の排出ガス規制が強化されたため台湾での販売は終了したが、その後もアメリカ仕様やオーストラリア仕様などが輸出されていた。EVINO は2015年8月20日に発売された電動スクーターで日本においては原動機付き自転車となる。車体はビ i n o のものを流用しているが、メットインに当たる部分をバッテリーが2個搭載できる。 スペースにし、後輪左側の駆動部に、定格出力580ワットのモーターを搭載した。なお通常の搭載バッテリーは1個のみで、2個目のスペアバッテリーも搭載できるがオプションとして発売されている。走行モードは2種類が設定できるが、坂道などに対応するため一時的に出力を上げる、ブースト機能専用のスイッチも装備されている。製造は B の同様に、 台湾山ハ汽車工業で行われている。なお台湾使用のイ、e、ービノも発表されているが、車体はビーノモルフェがベースとなっている。テレビ東京の旅バラエティ番組、出川哲郎の充電させてもらえませんかは、第3弾以降、同車両をロケで使用している。社名はイタリア語でワインを意味するビノより命名された。なお、ビノビアンコはイタリア語で白ワインのこと。 ありがとうございます。